皆さん、まいどまいデジタルパーマがさ、最高だと思ってるさ、美容師さんいるのかなエアウェーブはね、普通のパーマだからね、まあなんでもいいです、あれは。エアウェーブのね、手触りが欲しかったらね、そのエアウェーブのね、薬ね、だけ取ってね、普通にね、コールドパーマみたいにかければ、一緒。多分同じに仕上がる。だけどね、お客様がさ、エアウェーブをかけてきた、すごいいい手触り。で、その店が使ってるさ、 エアウェーブの薬と同じものが手に入った。で、そのお客様、数ヶ月後パーマ取れたから、もう一回、じゃあ、ね、エアウェーブのシステムを使わないでエアウェーブの薬だけ使ってかけてみた。やっぱね、かかり具合というのは全然違うんだよ。これシスティアミンの、ちょっと面白いことこなんだけど、そのお客様が初めてシスティアミンで、まあエアウェーブでかけたんだけど、まあそれは痛みが残ってたからかかったんだよね。今までの痛みに対してパーマがかかった。 で、数ヶ月後ね、傷んでるとこ切り落としてね。で、パーマかけるわけじゃないとね、システアミンはそれほど髪の毛が傷まないんだよ、適切に処理されてるものは。ということは、1回目と2回目じゃね、かかり具合にね、大きな差が出る2回目はね、かからなくなってんだよ、パーマが。で、システアミンはさ、あの、ヌメヌメ感サラサラ感あれ、表面が溶けてんでしょ軽く。キッチンハイターさ、触るじゃないそあれ、手がヌルヌルなんでしょああいう感じだと思った方がいいんじゃないのシステアミンのヌルヌル感っていうのは。 でシステムで2回目かけるとさ、やっぱり表面溶かすのがちょっと多くなるのかな。だから2回目ってあんまり手触り良くないもんだよ。そんで毛先は多少かかるけど、中間、根元はもう全然かかんなくなってくるからね。傷んでないとね、髪の毛が。そうするとね、エアウェーブの機械使わなかったからかかんねえんだって、こう、なっちゃうわけよ。これはちょっと面白いところだよね。多分ね、エアウェーブの機械使ってもね、大した変わりはないと思うよ。やっぱり同じような2度目のかかり具合。 で3度目になるとさらにかからなくなってくるからね。で、かからないと美容師はどうすんだよ。安直にさ、縁石ぶっこんじゃうんでしょこれ化粧品系の薬だから、加熱していいんだみたいにさ。システムにさ、無理やり加熱するとさ、本当にさ、焼きパーマ焼きパーマでね、あの、乾いた時の手触りって。デジタルパーマもね、システムに使うと、焼きパーマになるのな、ね。カリカリあの、乾いた時の状態がね、濡れてる時はそうでもないんだけどね。 ま、デジタルパーマね、扱ってる人とね、話して本音聞くとね、やっぱりデジタルパーマの不具合ってとこ、みんな言うよね。中にはさ、薬、つけまきでデジタルパーマで加温する店もあるよね。今、加温2億式の薬って売ってんのかなあれ売ってなかったらシステアミンでやるのかなまあ、どうであれね、ろくなパーマになんねえよな。まあ、デジタルパーマ、うちあたりは酸性の薬で、ま、ゆるく、 絶対かかりすぎないようにかけるっていうのかな酸性の中央系でかけるとさ、まあ、絶対にソフトだよね。かかり具合が。あの、ご厚くってことないよね。ただし、仕上がりは狙った風にいくかどうかわかんないんだよな。デジタルパーマーってね。まあ、デジタルパーマー用に、また、ベルジバンスのノアール宿毛虚勢だね。ベルジバンスの、一応宿毛虚勢だね。酸性のね。あれ、また入れとくかな。はい、お疲れ様でした。